ちょっと今からこちらのガープラミスリンに挑戦していこうかなと思います。挨拶忘れてましたね。どうも、ラでございます。じゃあ早速やっていきましょうか。ということで、ガープラに関してはもう最近全然やってなかったから、もうエリア15で止まってるんですけども、もう今どこまで進んでるんだろうね。もうその辺ちょっとわかりませんけれども、そろそろやっていきましょう。てかやらないとね、鳥獣討伐ミッションのやつがさ、あれいくつだっけ？これであれだ、50になるんで、そうするとね、卵の方がゲットできるので、ちょっと進めていこうかなと思います。はい。さあ、どうだろう。エリア15は何出てくるんだろうな。まあ、ガープラ密林はそこまで難しくなかったような印象はあるんですけれどもね。まあでも後半になってくるときつくなるんじゃないのかなと思うんで、どうしようか。まあいいや、この編成を変えて、あとはそうだな、まあ鳥獣が出てくるからな。でもどうなんだろう。レッパー向こうとか最近出てくるからね、結構めんどくさいんだよな。まあいいか、とりあえずこんなもんでやってみましょう。まあ何が出てくるか全くわかりませんのでね、まあとりあえずまずはですね、様子見っていうことでやっていきましょう。じゃあ参ります。エリア15。さあどうでしょう、何が出てくるんかな。まあでもあれだよね、ジャンフォレ火山よりはマシだと思いたい。あのステージはもう本当にきついからな。あーマジか、ラーメン積んどけばよかったね。うわー、なるほどなるほど、天使盛りだくさんか。うわー、もうマジでラーメン積んどけばよかったね。これはちょっとやっちゃった感あるけれども、まあもう遅い、もう戻れないからね。とりあえずこのままやっていきましょう。こっからだよね、天使ってことは。もしかしたらさ、あいつ出てくるんじゃないの？なんだっけ、あの極楽子。あいつも一応天使と、あれ天使とあれはなんだ、鳥獣だよね、あれね。あーでもちょっと強いわ。もうラーメン欲しいわ。超ラーメンが欲しい。なるほど。ラングマスターね。なるほどね。悪魔と天使ね。なんか絶妙だな。まあいけなくはないんじゃないのかなとは思うんだけど、まあやっぱなんか欲を言えばラーメンが欲しいかなっていうところだよね。でもちょっと地味に押されてるかもしんないぞこれ。うわー、シールドも割れないしなこれ。うわー、なるほど、これはちょっとめんどくさいな。いやー、逆転あるかな。よしよしよし、 OK。とりあえずまず1回目のね、悪魔シールド割ったんですけど、こっからなんだよな。こっから、よし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 。じゃあまあいや、もうめんどくさい。もうラスボス出しちゃおう。どうだろうな、ちょっと怪しいところはあるけれども、まあ一発でもぶちかましてくれればいいんじゃないのかなとは思うんですけどもね。ああ、よし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 、オッケー。よし、いい感じでシールド割ってるんだけど、でもあともう1回じゃないかな。もう1回行かないと多分倒れないかなと思うんで、そこで、あ、待って、さっきのニャンコ砲何だった？ちょっと待って、あれ雷砲もしかして、あ、キャノンブレイクか、びっくりした。何にもなかったな。あ、割れた。よしよしよし。ようやく割れたね。あ、これどうだろう、いけるか。あ、いけた。よかった。よし。じゃあこれで大丈夫か。あ、よかったよかった。ちょっと再戦しようかなとか思ったけど、あ、いけましたね。あ、よかった。ちょっと不安ながらもなんとかいけましたね。はい。よし、まあ、まだまだ多分ね、このね、ガープラミスリンもあるからね、もうこの辺で積んでる場合じゃないからね。はい、入れてくる、クリアでございます。紫。おかえりなさーい。わー、猫缶6個でかいな。さあ、ということで早速ですね、古びた卵 N110 でございます。受け取っていこうかなと思いますよ。じゃあ行きまーす。はい。さあ、ということで受け取りました。では早速ですね、確認していこうかなと思いますよ。どうだろう、進化できるかな。その辺はちょっとわかりませんけれども、まあ素材があればそのままね、進化させていきたいところではありますけども、はい、こちらでございます。110でございます。じゃあとりあえずね、10レベルにさせていきましょう。じゃあ行きまーす。はい。さあ、ということで第2形態になると、黄色い卵でございますね。なんか黄色って初めて見るんだけど、今まであったっけ？最近青ばっかりだったから、なんかすごい新鮮さがあるんですけどもね。黄色い卵ということで。じゃあちょっと進化ボタン押してみましょうか。はい、ということで。あー、なるほどね。結晶か。あー、なるほど。赤と青二つ使うんだね。しかも第三形態、なにこれ？猫ファーマー。
何農場的な感じまあまあね、第三形態の進化で真の姿を表す、さらに鳥獣特攻もしとくということで、まあ天使の動きも遅くするんで、もう完全にあれだね、極楽子対策できるじゃんこれで。うわーマジか、進化させたいんだけれども、ちょっと待てよ、一旦さ貯蔵庫見てみましょうか。おーおーぴったり2万8000だったね。別に意図的じゃないのに、なんかすごいいいな。さあということで、じゃあ貯蔵庫確認していきましょうか。結晶、いや無理だな、赤に関してはなんとかなるけど、青に関してはねもう7個なんで、そもそも1個すら作れないんで、うわこれはまた次か、うわ悔しいわマジか、ちょっと進化させたかったな。まあそんなこともありますよね。あ、そういえばさ、あのさ重石がゲットできるさ、あの発掘ステージだよね、それちょっとやっていくか。そういえばもうさ夏ぐらいからずーっとさこれ発掘してなかったから、これ何が出てくるか全く分かんないんだよね。いやじゃあとりあえずですね、ちょっと一番上からタップしていきましょうか。じゃあいきまーす。はい、ということで完璧な秘密基地もうこれもうダメだろこれ。じゃあ次行きましょう。はい、あもうこれ全部秘密基地か。あ全部秘密基地だ。そういえば夏以降やってないもんな。あじゃあちょっとこれやってみましょうか。これやったところでさ、これ出てこないよね、あのドロップのさ、あの虫網のガチャのやつ。まあそれも研修を兼ねてやってみましょうか。これはひどいな。はい、ということで、もう秋なんですけれどもね、もうほぼほぼ秋なんですけれども、今更夏ステージやっていこうかなと思います。はい、ということで、この編成でやったんですね。まあいいや、じゃあこれでこのままいっちゃいましょう。ムシムシ。さあ、ムシムシ作戦とかはさ、この辺はもうこれでいけるんだよ。ほら、もうサクッと終わりできるんですけども、こっからなんで、あれ虫取り網、もうちょっと待って、虫取り網さ、反映されたんだけどさ、ちょっと待って、ガチャ出てこないよね。出てこないよね、イベントガチャ。出てこないよね。ないよね。あれでもさっきなんかさ、何個かもともとあったよね。ちょっともう一回確認してみるか。ちょっと待ってよ。じゃあ行きまーす。待って、あれ何だったんだろう。ちょっと待ってよ。さあ、ということでクリアでございますけれども、ほら、もともと何個かあったみたいだね。それでもカウントされるってことは、まあ、あれか。次の夏ガチャ来た時は、そのゲットした分反映されるのかな。その辺も、まあ、また来年の話なんですけどね、覚えてればちょっと確認しようかなと思うんですけどもね、絶対忘れるわ俺。じゃあとりあえずあと2ステージやっちゃいましょうかね。いやー悔しいなー、進化させたかったわ。めっちゃ気になるよ猫ファーマーとか。もう絶対攻撃モーションとかもう期待値 100% だよ。よし、これでラストでございます。どうしようかな、もう今回進化される気満々だったからさ。いやーどうしようかなー。はい、ということで、とりあえずですね、まあ、発掘ステージは全部終わりましたね。で、またね、出てきたら、まあ、重石が手に入るステージの方でですね、ちょっと回収して、また溜まったら、ファーバー進化させようかなと思いますので、まあ、それまでね、ちょっと待っていただければなと思います。で、あとミッションだよね。まださ、確か鳥獣討伐あった気がするんで、それが次は、あともう一回だね。あともう一回でもう一個ゲットできるんで、これもあれなのかな、結晶使うのかな、だとすると結構きついんですけどもね。まあ、その辺もまた、確認できればなと思います。はい、ということでちょっと今回は残念ながら進化はできないんですけれども、まあ、また何か動きがあったら動画でやろうかなと思います。ちょっと今からこちらの砂漠の怪異3に挑戦していこうかなと思います。これクリアしないとちょっと足ビリの続きができないんで、ちょっと今からやってみましょう。そうで、このステージに関しては一回確かやったんだよね。やったんだけど、そう、取り巻きが結構えぐくてね、あ、これ無理かもと思って、そう、リタイアしちゃったんですよね。確かこれゾンビだった気がするんだよな。結構取り巻きがゾンビいた気がする。あとは鳥獣だった気がするんで、ちょっととりあえず一旦この編成でやってみようかなと思います。はい。確かゾンビだった気がする。記憶が正しかったらね、もしかしたら間違えてる可能性もあるんですけど、まあそしたらね、ちょっと編成し直そうかなと思いますけど、まあ一旦とりあえずこれやってみましょう。まあマスターとクロイズがいるからね、まあキラー持ちがいるんで、まあその辺はなんとかなるかな。まあとりあえずやってみましょう。はい。で、これ全1ステージなんで、これクリアさえね、しちゃえば問題ないかなと思うんで、早速やっていきます。猫ボンはいいか。アイテム使わずに行きましょう。スピードアップだけでいきまーす。爆心です。さあ、ということで早速やっていきましょう。確かゾンビだった。あ、ほら、そうだ。そうだ、そうだ。ほら、スリラーズ来たからね。こっから確か、なんだっけ、トロリンチョとか出てきてきた気が。
あのトロリンジョとか確か出てきてた気がするんで、その辺、あ、ちょっと待って待って、やばい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 、ちょっともう危ない、ゾンビが。あー、なるほどね。あー、怒りのブラッコリーも結構めんどくさいな。ってなる、これあんまりお財布ダメできない気がするんだけど、大丈夫かな。これちょっとやばいな。あー、結構えぐいぞ、これ。ちょっとお財布レベルをさ、できれば、ちょっと4ぐらいまで上げときたいんだけど、そうするとね、これ押されちゃうから、どうしよう。ちょっと待ってよ。一旦これ生産止めとこうか。一旦止めて様子見ておこう。これはね、ちょっとお財布ダメしないとやばいんじゃないのかな。よしよしよし、いいぞいいぞ。今のところは大丈夫なんだけど、こっから、でもこれもう無理だな。これも無理でしょう。これはちょっと無理臭いな。ああ、オッケー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 。ブラッコリー来た。これはでかい。これはでかい。これはでかいけど、ちょっとやめろ、ゾンビも。ほんとこれなんだよな。ああ、よし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 。これはいいぞ。いい感じでお財布ダメできてるね。よし。あとはそうだな。あともう1レベル上げとくか。うん。で、6レベルで、とりあえず行きましょう。はい。さあ、こっからだよ。ボス戦に関しては、鳥獣のさ、パオーンじゃなかったっけ？あいつだったよね。多分最近やった気がするんだよ。最近やって、あ、これダメだと思って引き返したのは覚えてるんで、多分合ってるはずなの。あ、ほら、そうだ。あ、レベル上げちゃったけど、まあいいや。よし、ちょっとお財布大丈夫かな。じゃあ、どじょうもいいや。にゃんまと、あとは、トーリンチョが怖いからね。その辺が、カンナはまだいいかな。とりあえず、いいや、一旦クロイズでこれやってみましょう。んで、そうだね、ブラッコリーとか、あとはその鳥垣さえ倒せれば、お財布はちょっと余裕出てくるかなと思うんで、そしたら、まあ、カンナ出せばいいかなと思います。まあ、まずはこのゾンビだな。ゾンビが結構やばいからね。やばいやばいやばい。ちょっと潜りやがったな。これがちょっと怖いところではあるけれども、この鳥獣バージョンのパオンは、まあ、別に大丈夫かなと思います。こいつは、まあいいや、とりあえず押してみましょう。怒りのブラッコリー多くないな。思いのほか結構出てくるんだけど、すごい、何体出てくるのこいつは。ものすごく多いんだけど、まあ、ゾンビも厄介なんだけど、結構、どうしようかな。でもだいぶお財布が出てきたね。どうしよう。じゃあもう出しちゃうか、カンナ。もういいや、出しちゃう、出しちゃう。よし、じゃあこんな感じでやって、わー、まだ出てくるんだ、トロリンチョ。マジか。なるほどね。一筋縄じゃいきませんけれども。でもお財布並みしといてよかったね。だいぶ余裕あるわ、これで。これで大丈夫かな。あとは、この、鳥獣のパオンさえ倒れれば問題ないんじゃないのかなと思うんだけど、結構こいつさ、HP あるんだよね。結構なかなか、やばい。ちょ、待って、これさ、ニャンコ砲さ、これ鉄壁でよかったかな。ちょっと絶妙な感じもするけれども、いやーでも多い、まだ出てくるんだけど。うーわー。もう長引かせる気満々だよね、これね。もう、これもすぐ勝負決まんないぞ、これは。よし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 。これちょっとしつこいぞ。いやー、待って、カンナのところがもうやばいな。結構、いやー、もう、まだ耐えろ、まだ耐えろ。よし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 。もうゾンビが結構これやらしいからな。よし。でもお財布だいぶ余裕あるね。待って、これさ、ビグラーってさ、待って、ビグラーってさ、こいつ対ゾンビだよね。ビグラーも出せばよかったね。じゃあ出しちゃおうか、ビグラーもね、せっかくだから。まあもうだいぶ後半だけどね。もうだいぶ後半だから、そんなにもうゾンビは、でも俺まだ出てきてる。でもタイミングが絶妙だな。いやー、ちょっとこれ早すぎたな、ビグラー。まあ、いいや。でもまだ出てくるね。よし、オッケー、いけたわ。おー、マジか。よし、オッケー。いけた、いけた。あとは、ゾンビだね。あと、ゾンビさえなんとかなれば、こっちのもんかなと思うんで。いやー、ようやくだわ。いやー、ようやく足踏みが進められるよね。そう、他のさ、なんだっけ、鳥獣のステージもやらなくちゃいけないからな。あれもそう、全然進められてないから、その辺もちょっとまた近々やらなきゃね。もうめんどくさすぎてさ、過去にやったあのステージの方をね、そう、ニャンピュー使ってさ、まあ、なんか省略しちゃってることが多いんで、その辺もね、そろそろ真面目にやらなきゃね。よし、もうこれで大丈夫でしょ。よし、大丈夫そうですね。よかったよかったよかった。なんとか無事クリアですね。はい。なるほど。報酬はないのか、これ。なるほど。よし、なんとか無事クリアできましたね。これであれかな、足ビニの方が解放されるのかな。はい。エリア17ということで、じゃあ、とりあえずやってみましょうか。これは何が出てくるか全くわからないんで、これは多分さすがにゾンビじゃないでしょう。多分。まあ、ちょっとわからないんで、一旦これでやってみましょうか。はい。エリア17。さあ、どうだろう、一発クリアできるかな。どうだろう、このステージの属性がちょっとわかりませんけれどもね。まあ、これはもう完全に初見だからな。エイリアン。まあ、カンカンいるからまだいいかなっていう感じがするけれどもね。
からエイリアンでしょ。神的は多分さすがに出てこないんじゃないのかなと思うんだけど、てか足ビニってさ、もう何ステージまであるんだろうね。その辺がちょっと分かりませんけれども、よいしょ、うわー、またか、マジか、うーわー、なかなかめんどくさいね。シザーはね、結構やばいんだよな、こいつも。こいつどうしようか。ちょっと待って、お財布がさ、やばいな。思いのほか、てか待って、なんか待ってる。ちょ、このゴリラ強いんだけど。こんな強かったっけ？ちょっとびっくりした。これどうしようか。あー、まあいいや、カンナでいいか、とりあえず。これお財布結構きついな。いやー、対エイリアンと鳥獣のキャラクターがね、ちょっと、うわ、でもやばいな。まずこいつを倒さないと。シーザーを倒さないと、これ結構きついからな。あ、オッケー。一回ノックバックはさせられた。あともう一回。あれ、こいつ何回だ、何回だか分かんないけれども、でもまだまだだよね。で、その後に控えてるのがもう一体いるからな。そこが怖いところなんだけれども、せめて一体倒そう。よし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 。あんま見えねえな、全然。ちょっと黒字でなかなか見えませんけれども。いやー、どうしよう、ニャンマが、あ、もう出しちゃうか、とりあえずニャンマ。まあ多分結構一撃で多分だいぶあれなんだよな。倒されちゃう、たまにわかんないのか。あ、オッケー、倒せたわ。よし、オッケー。あ、これで大丈夫じゃない？あ、なんか、オッケーオッケーオッケー。カミカミの間になんとかいけそうじゃない？これは。あとはもう、これひたすら適当にやってればなんとかなるんじゃないのかな。いけそうだよね、これね。よし、オッケー、行きましたね。よし、これで大丈夫かな。あ、思ったほどきつくなかったわ。さっきのね、怪異の方がきつかったわ。あのゾンビが出てくるとなかなか厄介だからね。よし、なんとかクリアでございます。まあ、また後でですね、ちょっと残りステージの方も、少しずつちょっと片付けていければなとは思いますけれどもね。よし、オッケー、ということでクリアでございまーす。おー、黄色はでかい。うわ、残り18分。ちょっと今からこちらの密林の異変3に挑戦していこうかなと思います。また今回も滑り込みでございますね。それでは参りましょう。しゃっ。で、このステージも全1ステージなんだね。まあ、これクリアできれば完了かな。牙研ぐ歯科医魚。これ歯科医魚ってことはさ、あいつが出てくるんじゃないの？あのゾンビのさ、あのちょうちんあんこみたいなやつ、絶対あいつが出てくると思うんだけど。まあいいや、とりあえずやっていきましょう。どうしようかな。編成に関してはどうしようかな。一旦いいか、これでちょっとやってみましょうかね。まあ、いつも鳥獣ステージの方でですね、まあ、使っている編成の方でやってみようかなと思います。まあ、何が出てくるか全く予想できないんで、まあ、とりあえずまずは適当にやっていきましょう。歯科医魚。さあ、どうでしょう、一発クリアできるかな。まあ、ボス次第だからね。おー、なるほど。序盤に関してはでもこっからだよね。こっから多分いろいろ出てくるかなと思うんで、ちょっとお財布ダメもちゃんとしておこうか。よし、今のところは大丈夫そう。でもまたこれカンカンいっちゃうな。他にで、あ、来てる。よし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 。意外のブラッコリーは、これはでかいね。こうやってうまくちょっと足止めね、しながらとりあえずお財布ダメしつつちょっとやっていきましょう。うわ、来た。もうやっぱでもそうだわ。うわ、予想が当たったわ。やっぱこいつが出てくるんだね。なるほど、調子やんこやろうね。こいつなかなかめんどくさいんだけど、まあ、1体だったら大丈夫かな。でも、怒りのブラッコリーがちょっと邪魔だね。こいつ倒さないと。マジか。あー、来た。来た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 。ラングマスターだっけ、ラングどちらだっけ、わかんないけど。来ましたね。あー、待って、いろいろ出したいんだけどさ、お財布が。あー、よし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 。あとこいつだけなんだよな。よし、オッケー。バリアを割って、じゃあもうこれで終わりなのかな？まだボス戦あるとか言わないでよ。まあ、わからないけど。とりあえず、こいつキラーでさと、あーもう、ちょっとお財布が結構やばいな。思いのほかギリギリなんだけど。ちょっと待って、お財布ダメしたい。めちゃくちゃお財布ダメしたいんだけど、まあいいや、一旦これでうまくですね、足止めして、そろそろ、よし、オッケー。クルーズ島からね、うん、これでやってみましょうか。いやー、どうだ、ギリギリなんとか勝てそうな感じもするんだけど、でも壁がちょっと心もとないところかね。ちょっと怖いところなんだよなー。いや、いろいろ出したいんだけどさ、こんなに、ちょっと、お財布が、とか、ちょちんやんこ邪魔。あー、まだか。まだか。せめてどっちか倒しておきたいんだけどな。どっちか倒さないと、結構やばいんだよ。そろそろ、あー、行ったね。よし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 。これで大丈夫じゃないかな。あとはまあ適当にですね。うわ、まだ出てくるの。嘘。うわー、それはちょっと聞いてないよ。
うわーマジか、どうしようかな。まあいいや、もうカンナでいくか。ミャンマでもよかったかあったけど、まあ一旦これでちょっと様子見ていきましょう。はい、よし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 、オッケーオッケーオッケー。次またあれかな、またクロイズでいいかな。これお財布が重いのが結構ギリギリなんだよね。あ、やばいかも。結構待って待って待って、前線の壁が、あーやめてやめて、カンナまだ頑張れよ、まだ頑張れよ、まだ頑張れよ、よし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 、あともう少し、よし、オッケーオッケーオッケー。あとランゲだな、こいつがあと1回ノックバックしてくれればいけるはずなんだけれども、それがなかなかいかないんだよね。あれまだいかないの、嘘。うわーマジかよー。うわー、トゲ野郎も来たぞ。マジか、厄介なのが揃ったの。お財布がさ、もうかなり絶妙な時に来るんだもんね。あー、でも OK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 、 よし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 、 OK。 あー一気に倒れたね。危ない。これで大丈夫かな。いや、びっくりしたわマジで。これで大丈夫かなとは思うんですけどね。もう大丈夫かな。あーああ、もう、財布は結構ギリチョンだったね。よし。もう出てこないでしょ、さすがに。もう大丈夫だよね。大丈夫だよね。ああ、大丈夫そうですね。よし、オッケー。これであれかな、続きのステージができるんじゃないかな。はい、ということで、終了です。